はい、本日はこちら高知県須崎市にあるローカル食堂谷岡食堂さんでご飯食べていってみたいと思います。こちらね、中華そばが有名で、こちらの中華そばちょっと撮影していきたいと思います。あ、サバのそばも美味しそう。2人です。はい、こちら谷岡食堂さん、メニューは8種類、ざるそば、ご飯、ざるうどん、日本そば、うどん、中華そば、鍋焼きうどん、鍋焼き中華。こちらの中華そばがめちゃくちゃ有名らしい。美味しいですね。すごい忙しいですね。いやいや、狭いからほら、そんなに男がですよ。いやいやいや、そんなことはない。俳優の誰やら君に言うよ。いやいや、そうです。勝也君誰やら。藤原竜也。言われるの？たまに言われます。たまにして誠に言ってるの？はい、あ、すいません、ありがとうございます。またお構いないとこ入れてください。はい、ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございました。どうも。イエーイ、本当に10円おまけしてもらいました。この魚のお寿司がすごい谷岡食堂さん有名みたいで、みんなこれ買って帰ってましたね。まあ、ちょっとあの混雑しやすいというか、忙しい時とかはちょっとお店の中に座れないかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね、早めの時間とかちょっと時間ずらしていったらもう全然座れる感じで、本当にラーメンめちゃくちゃ美味しかった。須崎市にあるカフェ行ってみたいと思います。あ、めっちゃ涼しい。だわ。僕普通のホットコーヒーにして。これ。うん。何？ああ。多分マスクされてないのでそのまま香りは分かると思うんですけど、はい、近づけてみてください。エンディなんで。香りもしますかね。いや、します、します、します。コロンビア。で、こっちは、ケニアとコロンビアのブレンド。あ、このブレンドはいいかもしれない。フライの。あ。ブラジルです。多分ちょっと時間経ってるので、もう一度引いたら多分香りがちょっと違う。このじゃあブレンドで、はい、大丈夫ですか？はい、すみません。ホットでよろしいですか？はい、ホットでお願いします。はい、こちらのお店の中はこんな感じ。
美味しそうね。どうですか、うん、大丈夫ですかね。僕作ったのにあのテイスティングしてますね。ノーテイスティング。いや全然本当に美味しいです。はい、美味しいです。ちなみにこの赤いやつは何が入ってるんですか、この、あ、ラズベリーの、あー、ラズベリーソースみたいな感じで、はい、あ、うん、美味しいですね。ということで、こちらさっき須崎の谷岡食堂で買ったお寿司です。こちらね、サバ寿司ってあの Google レビューには書いてたんですけど、サバっぽくないんですよね。まあちょっとね、カマスっぽいお寿司だと思うんですけど、まあちょっとよくわかんないんで、今度行った時ね確認してみたいと思うんですけど、谷岡食堂さんね、めちゃくちゃお寿司が有名で、こちら今から食べていってみたいと思います。はい、こちらお寿司こんな感じ。ちょっとね光の加減でめちゃくちゃ光ってるんですけど、まあ確かにツヤツヤしてます。うん、サワチ料理っていう、まあ、高知県の、まあ、料理があるんですけど、そこに入ってくる田舎寿司にめちゃくちゃ味が似てます。まあ、サーフィン前のねビールなんですけど、まあ、サーフィン後でも前でも関係なく美味しいです、ビールは。はい、この田舎寿司系のお寿司めちゃくちゃビール進みますね。ということで、まあ今から2本目やってみたいと思います。この動画は高知県から、チャンネル登録よろしくね。それではまた会いましょう。